時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。津軽海峡冬景色、息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞見えるだけ。さよならあなた、私は